今まで作った変なグミアレンジ4000目玉グミたくさん作れたら幸せだよね。80度のお湯にゼラチン入れ混ぜ、砂糖入れ混ぜる。青、黒、白色に着色したら、黒いゼラチン溶液を同行分注ぎ、冷凍庫に入れ。青い溶液を交際分注いだら、冷凍庫入れ。白目分も注いで、冷凍庫入れ。目玉の形、大量の目玉のお湯で簡単に作れるね。氷飴、ね、作れた。ガムネのビー玉7粒、水小さじ3分の1、ハイレレンジ、耐熱シリコンに流したら、カンヌミー、ナラムネ味を切り入れ。飴でもう一度蓋をして、冷凍庫に入れ。氷飴買えなくても、氷飴みたいな飴作れるね。カエル組たちは仲良しこよし、タッパーにハイレ水を注げ。冷蔵庫に追加し入れ、水の中で分解しちゃったみたい。青いかき氷シロップと水を注げば、涼しげなカエル組デザート。暑い夏に食べると楽しいかもね。前回氷飴作ったら、黄金糖を作っちゃったので、リベンジ。ガムネのビー玉粒、水入れレンジ。四角いシリコンに溶けた飴を注ぎ、カンヌミーナソーダ、味入れ。溶けた飴で蓋をしたら固まるまで冷凍庫に入れ。これは青色の氷飴。はい、氷飴食べたらいいと思うよ。年内10万人目指しているので、チャンネル登録よろしくお願いします。